こんにちは、激花の古谷です。今日はこちら、ドーン、ポリシャス、ポリシャスのお話をしていきたいと思います。皆さん、ポリシャスってわかります？切り花をね、結構買う方だったら知ってるかなと思うんですけど、まあ刃物としてね、結構出回るのがこのポリシャスです。で、このポリシャスなんですけど、本当にね、葉っぱの色もまあこういう斑入りもあれば、普通の緑のものもあるんですけど、葉の生え方がすごい可愛くないですか？葉の生え方ね。で、意外とね、触ると硬いんですよ、葉っぱ自体は。で、比較的こうなんかモコ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 育ってくる感じなんですけども、東南アジアだとね、すごい丈夫な植物なんで、まあ、寒さには弱いんですけどね、あったかい分にはモリ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 育つし、切り戻してもバン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 生えてくるんで、生け垣に使われることが多いんですよね。で、日本だとやっぱりね、沖縄とかじゃないんで、本州だったら観葉植物扱いなんで、室内で育てるのがメインかなっていうふうに思います。まあ、通常室温はね、10度以上がキープできれば育てられることができる観葉植物なんで、ぜひそういう環境の方、このポリシャスのことをよく知っていただいて、ぜひ最後まで見ていただいて育っていただければと思います。今日のお話なんですけども、株選び、置き場所、植え替え、土選び、水やり、肥料、切り戻し、病害虫ってことで、切り戻した後ね、挿し木もできますんで、そんな話も混ぜていきたいなっていうふうに思います。まず株選びなんですけども、一言でね、こうやってよく茂ってるもの買ってきていただければ OK です。こうやってね、よく茂ってるもの買ってきてください。で、置き場所はね、もう窓際です。窓がこっち側にあるんですけどね、窓際の、もう本当に、直射日光が、夏場の直射日光はね、当たっちゃうとね、葉焼けしちゃうんですよ。葉焼けしてしまうので、まあ、直射日光が避けられるような窓際がいいかなっていうふうに思います。まあ、最低でも明るい室内っていう感じですかね。結構ね、お日様は好きなんですよ。なので、薄日が好きっていう感じですかね。ベストで言うならば、レースのカーテン越しっていうのがベストですけども、今ね、レースのカーテン越しがない場合なんかもありますんでね。まあ、東向きの窓辺だったらば、真夏以外だったら OK かな。東向きの窓辺だとちょっと焦げちゃうかもしれない。なんで、南向きで西日がドーンって入るような窓際だと一気にチョリチョリとかになっちゃうんで、そこだけちょっと気をつけていただければと思います。で、植え替えなんですけども、これね、意外と根っこ張るんですよ。根っこが張る植物の一つです。すごい強い、すごい強いから観葉植物枯らしやすいんだよねっていう方にも結構向いてるかなっていうふうに思います。で、植え替えの話に行く前にちょっとね、見てみましょう。根っこチェック行ってみたいと思います。これね、株の大きさに対して鉢が大きいなと思ったんですけど、根っこどうなんだろう。ちょっと抜いてみますね。ああ、張ってるかも。意外と。あ、そうでもないか。そうでもないですね。ボロボロ散ります。ちょっと落として、わあ、土が落ちる。こんな感じ。ちょっとまだね、根がすごい張る植物なので、大きめの鉢に植えられてたのかなっていう感じですけど、細い根っこがね、意外と出てくるっていうのが、このポリシャスの特徴かもしれません。で、よいしょ。これね、根が詰まるとね、葉っぱ黄色くなってきちゃうんですよ。まあ、根腐れでも同じ症状が出るんですけども、順当に行くと、年に1回植え替えっていうのが妥当な線です。どれぐらいの鉢に植え替えればいいかと、これがね、4号なんですよね。4号の、鉢になりますので、植え替えるときは一回り大きい鉢、5号の鉢です。1号あたり3センチっていうふうに覚えてください。なので今はこれは直径12センチの鉢に入っています。それを直径15センチの鉢に翌年植え替えるっていう感じですね。なので根が詰まる前には植え替えたい。で、植え替える時期なんですけども、室温が20度から25度ぐらいの時期。となると、まあ5月、6月ぐらいが妥当かなっていうふうに思います。まあ、北海道だとね、また気温、室温なんかも違うと思いますので、冬場でもうちは20度以下には下がらないのよなんていうお家もあると思いますんで、そういう場合は冬場でもいいと思いますけど、基本窓際冷えますんで、できればですね、暖かい時期に植え替えていただくのがいいかなっていうふうに思います。で、土選びなんですけども、観葉植物の土でいいです。観葉植物の土ってのは瓶から切りまで、100均のものからね、高いものまであるんですけども、20リッター換算で、1000円以上の観葉植物の土、そういったいい土を使ってください。水はけが良くて、肥料持ちがそこそこいいっていうような土ですね。で、うちで扱っているこの膨らん培養土、こういうのも使います。これ何かっていうと、ココヤシの
繊維とかピートモスとか、そういったものが入っています。植物のカスって言ったらあれかな、植物性の土なんですよ。その土って砂とか岩を砕いたものが土になるじゃないですか。そういった鉱物系なんですけど、鉱物は燃えないですよね。燃えないので、ゴミに捨てれない。でもこれフクラン培養土に関して言うと植物性の土なので燃えるゴミに出せるっていうメリットがあります。で、水はけもよく水持ちもいいので、非常に観葉植物にも向いている土なので、もしよかったら使ってみてください。で、水やりなんですけどね、多湿を好むんです。多湿を好むんですけども、常に湿っている状態はあんまり好きじゃないっていう感じですね。で、乾燥しすぎもあんまり好きじゃないんですよ。なので、水やりのタイミングとしては、表土が乾いたらたっぷり与える。で、表土が乾いたっていうのはこれぐらいの時期ですね。色でわかるかな。これね、触ってみてね、表土が乾いてきたなと思ったら与える。で、今ね、まだ少し湿ってますね。あと1日か2日置いといて大丈夫かなっていう感じですけど、僕だったらこれであげちゃうかなっていうイメージですね。表土が乾いたら与えるっていうのが基本的なお水のやり方です。冬場はね、寒さからある程度守ってあげなきゃいけない。寒いと上の部分がダメになるんですけど、実は根っこからダメになって上がダメになるっていうパターンが多いんですよ。例えば冬場にたっぷり水をあげてしまうと、鉢の中に土が入っていて土が水分を吸ってますよね。で、なかなか乾かない。で、その土の水分が夜の間に冷えてしまって、そこから結局根腐れを起こして上がダメになっていくっていうプロセスをたどることが多いんです。なので、鉢自体が冷えないようにするっていう工夫が必要なんですね。そうなると陶器の鉢とかに植えてしまうと、陶器の鉢って冷えやすいんですよ。なのでプラスチックの鉢の方がいいかなっていうふうに思います。あと寒さ対策としては、まあ、10度以下に下がるっていうことはまあまあないんですけど、窓際に置きっぱなしにしちゃうと10度以下に下がります。その場合は周りにね、毛糸の帽子をかぶせてあげたりとか、毛糸の靴下を履かせてあげるようなイメージで、鉢のね、外側をあったかくしてあげる。あと、冬場でももりもり育てたい方は、ペット用の電気毛布みたいなのあるじゃないですか。ホットカーペットっていうんですか。あれをね、弱にしてつけておいて、その上に置いとくとすっごい育ちますよ。あったかいんで。なので、あとね、床暖房の家の床に置いとくとすごい育ちますね。うち床暖房ない、うちもないんですけど、部屋が寒くなるんです。夜リビングなんかだと、人がいる時間帯はね、暖房つけてるんであったかいんです。夜消しちゃうんですよね。そうすると一気に冷えてきます。で、低い場所ってやっぱり冷えるんですよ。高い場所ってあったかい熱があるんで、ずっと暖房の熱気があるんですよね。なので、うちにはまあ猫がいるんで、キャットタワーがあるんですけど、キャットタワーの上の方にですね、こう置くっていう、上の方に置いておく。そうすると、冷えにくくなるのでいいんじゃないかなっていうふうに思います。いろいろ工夫していただいてね、こう、ちょっと高い場所に置いていただくっていうのも、いいかなっていうふうに思います。で、冬場の水やりのコツなんですけど、鉢底からダラダラ出るぐらいはあげないっていうのが一つやり方としてあります。土全体が湿ったら OK って感じなんで、タラタラタラーっとあげて、それぐらいにしておく。で、また、鉢の土が乾いてきたなと思ったらタラタラタラーってあげるみたいな水やりで、生かさず殺さずで冬を乗り切るっていうのは一つの方法ですね。ただやっぱりさっきも言った通り、ペット用のホットカーペットとか床暖房のうちにはかなわないので、そういった環境を作っていただいて、実際にもりもり冬場でも育てちゃうっていうのもありかなっていうふうに思います。で、肥料なんですけど、肥料はね、室温が20度、超えてきたら与えていってください。何をあげればいいかっていうと、もうね、これ一つで OK です。プロが使う基本肥料。これ、窒素リン酸カリって言って、葉っぱを育てる成分、花を咲かせる成分、根っこを育てる成分がバランスよく配合されています。で、プロ用なんで、ちょっと濃いめなんですね。ちょっと濃いめなので、効きもすごくいいんですよ。で、一回与えると4ヶ月持ちますので、例えば7月、8月とかに買ってきたら、パラパラっとあげれば12月まで持っちゃいますんで、一回与えたら OK。で、冬場は与えずに過ごしていただいて、3月の下旬か4月ぐらいだったらまたパラパラっと与えるってことで、また4ヶ月持つんで、次8月与えるみたいな感じでね。そうすると、まあ年に2回パラパラっとあげればいい程度です。で、4号の鉢だったら、ティースプーン1杯から1杯弱。ぐらいの量で全然足りちゃいます。で、水をあげるたびに溶け出してくれて、肥料分が効きますという感じですね。で、まあ、もりもり新芽も吹いてくると思いますので、肥料をあげるとね、観葉植物の育ちも良くなりますので、肥料は使った方が面白いかなっていうふうに思います。で、次、切り戻しなんですけども、
これね、育ってくるとね、シルエットが乱れてきたりするんですね。これ、ここ見えるかな？うねうね、こう曲がりながら育つんですよ。うねうね曲がってるのも可愛いんですけど、実はですね、やっぱ好きな形に育てたいっていう欲求っていうんですか、そういうのがある方もあると思うんですが、そういう場合は一回切り戻しちゃってください。真ん中辺でもいいですし、株元でもいいんですけど、切り戻しをします。で、バツーンと切り戻しちゃっても大丈夫です。で、これ全部切り戻しちゃうとちょっともったいないかなとも思うんで、軽めにね、こう、形を整える剪定をするじゃないですか。で、枝が残りますよね。それをね、挿し木にすることができます。まあ、暖かい季節限定の話になっちゃうんですけども、5月以降ですかね、室温が20度以上になるような時期であれば、ハイドロカルチャーの、粒々を買ってきていただいて、お水を張っていただいて、そこに挿しておく。で、明るい場所に置いておく。明るい場所って言って窓際ではなくて、どちらかというと部屋の中央あたりの明るい部屋に置いておく。で、温度が高ければ、そこから発根して、しっかりと根付いてくれて、ハイドロカルチャーで楽しめます。ということで、挿し木もめちゃくちゃ簡単なので、赤玉でやったらどうですか？鹿沼土でやったらどうですか？とか、いろいろなね、質問来ると思うんですけども、そういった場合には、やってみてください、まず。やってみてください。育てる前にあれこれ聞くのもいいんですけども、まずね、やってみてうまくいった、うまくいかなかったっていうことを経験しながら上手になっていくと思いますので、チャレンジあるのにっていうことで、ぜひやっていただければと思います。で、病害虫に関しては、炭疽病、それから肌に貝殻虫、この辺がつきやすいですね。で、炭疽病って何かっていうと、まあ、腐ってきちゃうんですよ。早い話が。なので、まあ、菌なんですよね。で、この菌がですね、湧きやすい環境っていうのがですね、炭疽菌っていうのはその辺にあります。で、それがくっついて増殖して腐ってくるわけですよね。で、それを避けるためには、やっぱり風通しを良くすることっていうのが非常に大事で、換気扇を回しっぱなしにする、サーキュレーターを回す、エアコンを回す、扇風機を回すってことで、風が動くよ、部屋の中の空気が動くようにしてあげるってことが一番大事になってきます。で、葉水はね、よくあげてくれる方がいらっしゃるんで、ハダニとか貝殻虫の予防にはなるんですけど、空気を動かすっていうことをやらない方が結構多いんですよね。でもね、観葉植物って空気が動いた方が、とにかく元気になるし、とにかく健康です。で、人間も空気が動いた方が風邪も引きにくくなりますし、アレルギーも出にくくなるんですね。ということで、自分にも優しいので、ぜひサーキュレーターは1台買っていただいて、24時間回しっぱなしにするっていうのが一番だと思います。で、炭疽病になっちゃったらもう農薬撒くしかないし、もしくはその部分を切り取るっていう作業しかないです。で、殺菌するしかないんですね。貝殻虫とか肌にがついた場合には、もう、部屋の中で農薬撒くしかないんです。ただ、農薬を撒くってなると、コーヒー飲んでて横で緊張でシューってやられるようなもんなんで、おいおい、ちょっとやめてよみたいな話になるじゃないですか。僕の場合は、気に入って使ってるのはこれ。これですね。イモコロ。これ何かっていうと、パパイヤの酵素が 100% で作られて、100% 天然成分の除虫、殺虫、まあその辺をまあメインに考えられて作られたものです。酵素って何かっていうと、お肉を炒めるときとか、パイナップルと一緒にね、炒めたりとか、南国だとパパイヤと一緒に炒めたりするんですけども、これね、実は酵素がお肉の繊維を溶かしてくれて、お肉を柔らかくしてくれるっていう効能っていうんですかね、そういったまあ、効果があります。で、それにあやかってですね、パパイヤの酵素を、まあ、凝縮して作ったのが、この芋ころなんですね。なので、これ原液をですね、この辺に、手の甲とかにつけると、ピリピリっと痺れるんですよ。痺れるっていうことは、まあ、タンパク質とかを溶かしているっていう状態なんですけども、虫の表面も、そういうタンパク質だったりするわけですね。で、そこを溶かしていくっていうことを目標に作られたものがこれです。で、チュッシュッとかけると虫が溶けるのかって言ったら、もちろん原液かけたら溶けるかもしれませんけど、花もね、ダメになっちゃいますから、あかんということで、これを1000倍とか500倍に薄めます。で、ハダニがいる、貝殻虫がいるっていうところにシュッ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 とかけていきます。で、これ農薬と違うんで、毎日かけることができるんですよ。1週間ぐらいとか10日ぐらいとか毎日シュッ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 やってると、しっかりと虫を駆除することができますので、こういったものもありかなっていうふうに思います。ここまでのお話の中で分かりづらかった点とかもうちょっと深く聞きたい点、あと相談事があるなんていうこと方の場合には、ぜひ LINE でね、僕の方に直接メッセージを送ってください。手が空いた時に答えますので、気長に待っててくださいね。LINE の登録方法簡単です。概要欄のところに、リンクが貼ってありますんで、それポチッと押していただけると登録完了なので、概要欄の方も見てみてください。あとですね、この動画見ていただいて、面白かったとか、役に立ったっていうことであれば、高評価のグッドマーク。
そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ポリシャスね。これ見た目も綺麗ですし、ちょっと涼しげだし、夏の観葉としては最高なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ楽しんじゃってください。